everyday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。9月20日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサーズスタジオからキウナ名古屋お送りいたします。今日のねリスナーさんを叫びますはマンタキラジオの美奈子さん、元気ですか？失礼します。マンでございます。はい。ちょっと名古屋にもね、台風の影響が出まして、どうなるかなって思ったんですけれども、今日は暴風警報が解除されて、ね、学生の皆さんは無事に登校できました。味噌煮込みスキーと。今日はですね、まあ、台風が、まあ、来るということだったので、もうほとんどお客さんとのハポイントは取らずに在宅をしてたダンサーズです。はい。こんな3人がお届けします。今夜のテーマは掃除。掃除。掃除。今夜のテーマは掃除です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリ、またはマイチューナラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。今日は名古屋は栄養コーナーはちょっと近況報告などしたいと思います、はい。この番組は高級木材の雇用名は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、自動車整備士を絶賛募集中名古屋トリプルエイト、陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海共和、アートワークウェブサイト FMJG、 ウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村、キャンパスレコードで絶賛発売中福田康之フリージャの花、芋掘りイベントは八重瀬町グッシャン芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい長市長田、おやつと軽食の店夢屋、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナ名古屋。はい、メールご紹介します。はい、お願いします。こちらはですね、先週のお菓子で来ています。はい、はい。皆さんこんばんは。ラジオネームタカボです。ありがとうございます。ありがとうございます。初投稿が記憶がなくてすみません。初投稿かな。うん、初めてだと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今度もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。私の好きなお菓子、毎日でもつまんでみたいお菓子は、ベニーモタルトです。ベニーモが好きなのですが、数あるベニーモのお菓子の中でも、某御殿のお菓子が好きです。おー。うん。帰省の際、首都圏のアンテナショップに行った際にも買っていますよ。うん、ということでございます。あ、iPhone から送信来てますね。そこはアピールするところ、そこ強調するから。いいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。あの王子もよくね、ベニモタルトはね、沖縄行った際にはね、買ってますけども、結構どこの、あれですね、空港なんかのショップなんかでもね、売ってますもんね。うん、ベニモタルトね。ありますね。うん。いろいろね、メーカー出てますけどね。うん、うんうん。どこのがお好きですかね。うん。ところってはその、うん、お菓子さんのメーカーさんがわ そうね、からないんですけども、まあいろんなパッケージをいろいろなもの買ってね、食べ比べというわけじゃないですけども、いろんなお店のね、食べ比べて、買って食べてます。うん。うん、あれは王子好きだな。はい、ね、ありがとうございます。では、先週のね、お菓子で、
きますね。はい、ダンサーズさん、みそさん、摩擦抵抗ゼロ、エクセレント滑り王子、こんばんは、シュプリームです。ありがとうございます。先週ですよ、金曜から昨晩まで富士山の撮影を出かけていて、ほぼ睡眠ゼロなので、放送中は寝落ちしているかもしれません。テーマ、お菓子。おすすめのお菓子を紹介しちゃいます。それは、カルディのループスナック。これは先日撮影ポイントの富士宮市で富士山の出待ちをしていた時にイオンのカルディで発見したのですが、バジルの風味のパスタとガーリックが完全にジェノベーゼです。これは間違いなくワインやビールに合いますので、見つけたら即買いすることをお勧めしますということで。そのお菓子のその本体がね、うん、王子よくわからないんですよね。その何でしたっけ？ループスナックだって。ループスナック。あ、これあパッケージ写真あるんですよ。白黒だけどちょっと。はいはい。あ、でもカルディって書いてあるからカルディに売ってるんですね。ああ。あ、でもなんかもうパッケージがワインの絵が書いてあるんで、うんうん、間違いなくワインのおつまみですよね。うん。お酒飲む人にはいいって感じですね。ですね。はい、ありがとうございます。カルディ探してみようと。うん、コーヒー買っちゃいそうだからね。あ、カルディね、コーヒーね、はい。うん、そうですね。はい、ありがとうございます。今日ポイント2倍でだったな。あ、そうだね。はい、続いてですね。はい、ダンサーさん、味噌煮込みスキーさん、マスクマンさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ね、おばあからもらったプライベートジェットです。テーマ、お菓子。食後に食べるポテトチップスが好きですね。あ、食後に食べるの？食後なんだ。なんか、胃にもたれそうじゃない？なぜだか食べたくなってしまいます。最近は値上がりもしているので特売の時にしか買えません。さらにたびたびポテトチップスの内容量も減っていてなんだか残念ですね。思いっきり食べたいですね、うん、ってことでございます。あの結構ねポテトチップスとか最近量減りませんか、うん、減りませんかとか減ってませんか、やっぱ減ってますよね。ねえ、あの金額をそのままっていう感じにしてるんでしょうね。あ、だから中身だんだん、だから一袋は簡単に開けられますよね、多分。そうなんですよね。ねえ。でも結構あれはもう、あの、なんていうの？やめられない感じで、やっぱりちょっと。でもあれ、そうですね。一袋食べて満足するから、意外に少ない方がいいのかもですね。うん。うん、あれでもね、あの、食べた後すぐになんか飲みたくなりません？だから、そうそうそうね。うんうんね、コーラとか飲んだらもう、うん、ね、ちょっとハイカロリーのスパイラルですよね。そうなんだよね。またわがままバディが出てきちゃうって感じですよね。わがままバディになっちゃう、私も。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ツイキャス、おがちからおもしさん、こんばんは。青森からツイキャス見てます。真ん中を見ると、肌寒くなるのは気のせいですかって。あのね、今日ね、名古屋、うんうん、夜寒いですよ。あ、でも今日ね、うん、そう、台風が行ってから寒くなりましたよね。うん、ということは、真ん中の人っていうことは、あの、うん、私ですかね。いや、真ん中の人と書いてやるだけなんで、ね、うん、あえてコメントは差し控えますね。うん、まだ今日は、皆様にね、うん、あの、ダウンジャケット着てくださいっていうまでのね、ね、お話はしないですけどね。うん。お黙り。あの、シュプリームさんが、うん、深夜に食べるポテチの背徳感は、浮気の時のあれと一緒ですよね、王子って。あの背徳感は王子ないんだよ、別にね。ないの？うん、あの、さらっといきますね。さらっとね。ね。あ、高橋ザリガニさん。こんばんは、高橋ザリガニです。今日は起きれましたって。あ、いつも、寝てらっしゃるんですね。この時間ね。すいません、夜遅くに。夜遅くに、ね。ありがとうございます。ありがとうございます。では、メールいきますね。はい。掃除のテーマできてます。はい。フルムンシンチさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。妻が後片付けや日頃の掃除が得意で非常に助かってます。彼女がぐいぐい掃除を進めるので、こちらも後ろめたさで以前より掃除をするようになりました。それでも、妻は僕に不満があるようで、毎回鋭い視線がズキズキと刺さりますということです。あ、うん、奥様が綺麗好きなのはいいですね。やっぱりこのね、男性のやる掃除とこう女性のやる掃除の、うん、何ていうんですかね、うん、あの、最後のフィニッシュが違うんでしょうね。それ。ここまでやったらのゴール地点ね。うん、そうそうそ う, そう、うん。だからもうかなり綺麗にね、あの、うん、やってらっしゃる方と、もう男性だとね、うん、あ、これなら OK だろうっていうね。うん、でも多分ね、性別じゃないと思う。あ、性格？性格、そうそうそう。あの、よくさ、うん、あの、こう、障子の、あの、こう、脇のとことかですね、うん、はい、あの、綿棒でこうやって、ね、やる方とかいらっしゃるじゃないですか。
うん、まあ、そこまでやれば本当に綺麗になると思うんですけど、うん、まあ、畑でパタパタパタってやって終わりっていうね。ああ、でも私は後者ですね。うん、そうね、やっぱりいろいろですよね、うんうん。うん、そうですね。あの、でも知ってる、うん、あの、自分の体ね、あんまり洗いすぎると、うん、石鹸つけてゴシゴシ洗いすぎると、うん、ね、あの、良くないっていう、油っ気が抜けて。まあ、それも一種掃除ですよね。ね、やっぱりあれも、洗いすぎも良くないんですね、やっぱりね。頭もそうですよ。え、そうなの？そう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 、あの、シャンプーもあんまりね、うん、やりすぎると良くないって聞いたことがありますね。あ、そうなんですか。うん、王子ちょっとあれ、なんで王子シーンとなったけど、なんか黙り込んじゃったけど、大丈夫、毛がよく抜けるかなって。あらあらあら、うん、ね、あのね、まして毛が細くなってるのに、あら、ちょっと心配ですね。ですよ ね、 ね、じゃあメールお願いします。はい、続いてですね、はい、王子磯さん、ダンサーさん、こんばんは。あんこの中のあんこ、こしあんつばです。あれ、ちょ、なんかだんだんあんこ感が増してるけど、うん、大丈夫かな。こしあんつばですよ、あなた。うん、はい、テーマ掃除、はい。昔、農業機械の修理工をしていた自分、仕事終わりに自分が修理使った場所だけ掃除するんですが、たまに掃除やり始めるとハマってしまい、ここも汚れている、ここも汚れていると掃除する場所が増えてきて、みんなは帰り自宅をしてるんですね。王子は掃除始めたらハマってしまったりしたことありますか、ということでございますね。あ、ずっとこう掃除が、ね、うん、こうハマっちゃって、みんなが、ね、代わり自宅してるのに自分だけやってるっていうことですね。でも偉いですね、すごいな。あ、うん、王子はね、掃除始めたらね、掃除ね、掃除、うん、そんなに夢中にならないでしょ。あのね、なんていうんですかね、掃除自体はね、うん、そんなにし、まあ、ちょこちょこはしますよ。うん、掃除機かけたりとかね、こう汚くなってる部分とかですね。うん、だからといって、その、大きくエリアを広げてね、隅々までやるってことはないんですけど、うん、で結構凝り性のとこがありますから。うん、そうなんだ。うん。なんていうの、綺麗に過ぎちゃう。ああ、うん、そのピンポイントで綺麗に過ぎちゃうのね。そこなんか全体綺麗にすればいいのに、そこだけ綺麗みたいな感じ。ごく一部のエリアをですね、掃除機かけて、その後ね、うん、雑巾がけしたりとかするんですね。うん、そこだけピカピカなの、ね。そうそう。ピンポイントすぎる。ムラがありますね。ムラがある。ここ汚いのに、ここ綺麗みたいな感じだって。でもね、あれじゃないですか。うん、あんまり目立たないところはあんまりね、あまり目立たない。うん、そうそう、ね。よく目立つところとかね、うん、ほこりがたくさんだなと思うところは、うん、集中してやっちゃうんですよね。なるほど。カープボーイさんが追加して、はい、掃除、今日、あ、違う。月曜日に掃除したってメールしたら、めちゃくちゃ褒めてくれる番組があるよねって、そうなんです。あるんですよ。あ、そうなの？掃除報告っていうね、番組がね、西町の方の、ね、はいはい、番組のコーナーで、一つのコーナーであって、で、掃除したところとかをね、すごい報告するとね、偉いとかって、ね、褒めてくる。これいいですね、うん。なかなかいいですよ、あの番組。は、あのコーナー、励みになります。はい、はい。結構ね、うん、でも、あれですね。うん、何？何ですか？車のね、うん、ホイールあるじゃないですか。はい。あれはね、なんかね、洗っててハマっちゃう時ありますね。ずーっと洗ってる。ああ、でもホイールってすごい、なんか、すごい磨いてる方結構いますよね。うん、そこはね、結構ね、水ジャージャーかけてね。で、そこだけ洗ってボディが洗えてないとか。ボディはさらっと。ボディはそう、普通にさらっと洗って、うん、そのホイールだけが。なんかね、なんか面白くなってきちゃうんですよね。うん、ホイールだけはね。あとは全体的にさらっとやって、あ、見栄えいいかなぐらいで終わりますね。うん。あ、そうそう、あんつまさんがね、アシシャンもダメって言ってて。はい、あ、そうなんですか。うん、あんでね、タカボさんが3日に1回はジャンプしています。それ以外は、こう、あ、シャンプーだね、シャンプーしています。それ以外は、高水圧のシャワーヘッドで流すだけにしてます。やっぱり、やっぱり洗いすぎ良くないんだ。ね、でも、いろいろこの、何、頭皮にいいっていうシャンプー多いじゃないですか、その薬用みたいな。うん、あれはどうなんでしょうね。まあ、あれはちょっと考えられてるんですかね。うん。ね、洗い方はちょっと考えてますよ。うん、シャカシャカ洗うんじゃなくて、こう、揉みほぐすような感じ。マッサージ的な感じで。そうそう、それでは洗ってますけど、うん、ね、昔はね、ものすごくね、指先に力入れて、ね、シャカシャカ洗ってましたけど、
うん、ここ数年はちょっとねマッサージするようにはしてますけど。あ、なるほど。はい、もう一つメールいけますか。はい、じゃあお願いします。はい、はい、ですね、あ、デニガタケブからです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本日のテーマ掃除、私の部屋は厚手の板状のフローリングで生活していますが、建物が古いためか部屋にホコリや小さいゴミが帰ってきた時にフローリングに落ちたりするので、うん、粘着テープのコロコロできれいに掃除していますね。あ、多いですねそういう方ね。あと休みの日に定期的に不要な用紙などの断捨離掃除をしないといけませんね。ということはしてないってことですね。そろそろ年末も、近づいているので、うん、あっという間に来るから少しでも掃除をやっておきたいですね。ということでございます。そうで、考えてみたらそうですよね。9月、もう、あと何ヶ月？あと3ヶ月ですね。考えてみたら、今からやらないと間に合わない気がしてきた。うん、だってもう、ね、あと何ヶ月かしかないということですけども。ね、はい、ということで、はい、CM の後はちょっぴり近況報告コーナーです。はい。はキウナ名古屋。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプル8ではフォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、052-653-0071までお電話を。中村製菓は、那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など、激戦素材で作り上げた、首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901、中村製菓。私ども、東海協和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで、最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターエンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は FMJG.jp まで。ただいま独自企画品開発中。名古屋にある電脳職人村はインターネット一筋22年。サイト制作、システム開発などニーズに合わせて提供します。最高の品質、最高のノウハウ、最高の感動をお客様に。お問い合わせは電話 052-232-8333、 または電脳職人村で検索。ただ一つ叶うなら、お母さんに会いたい。その思いが僕の心を動かし歌にしました。福田康之、フリージアの花、キャンパスレコードにて絶賛発売中。ねえねえ、学校のイベントは決まったの？まだなら八重瀬町の畑で芋掘り体験はどう？一人500円で約2キロの芋を持って帰るって。予約は 098-998-4010、 ぐしちゃいも生産組合、あさとに電話したらいいさ。おやつと軽食の店、夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店、夢屋は、あなたの街のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分。詳しい場所は、地図アプリで検索。キウナ名古屋。はい、キウナ名古屋のちょっとお知らせコーナーです。はい、はい、近況報告です。どういったことですか？
当時も知らないんだけど、ね、当時も知らない、うん、そうそう、ちょっとね、以前ステッカープレゼントやったじゃないですか、ずいぶん前なんですよそれ。おい、まあ番組始まった当初ぐらいですよ ね、はい、ちょっとねまたステッカーを作ろうかなと。お、いいですね。で、はい、作ってちょっとプレゼントをしたいなと思って、いいですね、うん、って考えてます。でね、まあね、一種類じゃ面白くないんで、うん、なんか二種類ぐらい考えて、うんうん、ちょっとやっていきたいなと思って思ってます、うん、どんな感じなんでしょうかね。ねえ、ちょっとまだね、そこまではちょっとまだ煮詰まってはないというかね、うんうんうん、具体的にはできてないんですけど、うんうんうん、でもね、やっぱりせっかくだからやっぱりちょっとね、ステッカープレゼントをやりたいなと思って、うん、ステッカーいいですよ ね、いいですね。王子も欲しいもん。ねえ、うん、欲しい、そうそう、王子欲しいの。もらってどうするの。 いろんなところにちょっと貼ってみようかな。いろんなところ、いろんなところ、まあ、ね、いろいろこう、自分の T シャツの後ろに貼るとかね。T シャツのステッカーだよ、うん、ステッカーだから。ステッカーだって言ってるのに、ね、だったら T シャツ作った方がいいんじゃないの。あ、だよね。それ言えば、王子、王子滑ってます。あれ滑ってる。洗うと取れるよね。ね、でもね、ちょっとやっぱりね、ちょっとステッカーを考えてるんで、うんうん、またね、ちょっといろいろ決まったら報告しますということでね。はい、はいはい、ということでちょっと近況報告コーナーでした。はい、はい、はい、キユナ名古屋。ひふみさんが、はい、竹中さん、自分毎日風呂上がりに風呂場の床と壁を乾いたタオルできれいに拭いてますよって言って、なんで急な小屋に言うの。掃除報告だって。だからそれ西町に言って。ね、そうそう、そういうことで、竹中さんのね、ラジオでしたね。はい。はい、あと、岐阜の8人のバーバーさん、最近仕事が忙しくて、なかなか掃除ができないです。掃除した後のすがすがしい気持ちを毎日味わいたいです。ということで。ああ、うん、同感です。おっしゃる通りです ね、あ、ギネスさん、掃除、なかなかしないから耳が痛いわーって。あ、ね、確かに。じゃあ耳が痛い。耳痛いんだったら、まずあのね、うん、お耳の中をきれいに掃除したらどうでしょうか。それまた違う。また違う。メール言っていいかな。はい。はい。じゃあメール読みますね。はい。はい。マンタキーラジオのみなこさんからです。あら、みなこさん、お元気でいらっしゃいますか。ね、あ、今日そういえば読みますね、ちょうどね。うん。はい。三人様、こんばんは。こんばんは。台風の影響は大丈夫でしたか。大丈夫ですね。大丈夫でしたか。うん。王子のところ大丈夫、お城は。うん、え、大丈夫でした。あ、大丈夫ですか。あのね、その突風がある時にはね、うん、あの王子頭ちゃんと隠してきましたんで、細い毛でも飛ばないようにね。あ、一本一本大事だからね。大事なの、本当に。はい、で、私は掃除は苦手です。でも沖縄サミットがあった時、私はあるリゾートホテルでハウスキーピングという掃除後にチェッカーがチェックをしますが、常連客や大切なお客様、有名人が入る部屋はハウスキーピングが細かくチェックしました。例えば、洗面台の蛇口も蓋を開けて、ネジもピカピカにして蓋を閉めるとか、普段はベッドの下は少しだけ寄せて掃除機がけをしますが、かなり移動させて掃除機がけ、棟の家具は歯ブラシでホコリを落としたり、グラスもピカピカにさせたり、ポットも事務所からめったに使わない新しいものを出してそうなんだ、チェックアウトしたらそのポットは片付けます。いいの、こんな裏事情。沖縄サミットの時は30日前から私服警官が各階を巡回していて、スイートルームがある階は清掃員やチェッカーでも限られた人しか行けませんでした。サミット当日は大統領が出かけている最中に掃除を急いでさせて、チェッカーにチェックさせて、再度ハウスキーピングが細かいところもチェックしてました。それを私服警官は監視してました。長文になりましたが、清掃といえば私は沖縄サミットの客室清掃を思い出しますということです。ああ、でもやっぱりそれぐらい徹底してるってことなんですよね。うん、ちょっと面白い裏情報。ありがとうございます。ありがとうございます。でもその掃除係の方ね、はい、まあ、客室の方だと思うんですけども、でもそれをさらにチェックする係がいるってことですね。ピップがですね、うん、なんかこう忘れていくじゃないですか。それをまあ
ね、自分たちはもういらないよっていうつもりで、うん、あの置いておくものがありますよね、うん、そういったものっていうのはこう拝借してもよろしいのかしら。ん？よくなんね、ちょっとよくわか言ってる意味がよくわからない。よくね、あのなんていうの、まあいらないけどちょっとしたその、あ、まあハンカチとかみたいね。え、ダメでしょ。ハンカチは忘れ物じゃないの？なんかそういうのとかな、なんていうのかな。もうなんかいらないものそのまま。もうメール言っていいかな。はい、どうぞ。はい、どうぞお願いします。王子ね。王子によ。はい、はい、ダンサーさん、みそさん。摩擦抵抗ゼロ、エクセレント滑り王子、こんばんは。シュプリームです。こんばんは。こんばんは。ございます。我が家は夫婦揃って掃除嫌いだから困ってるんです。そんでもって買い物好きで断捨離できない人たちだから物が増える一方です。うん、あら。もう一回やらなければならないお掃除はカメラと2ヶ月後にはシーズンインするスノボのワックス掛けです。ああ、そうか。ね、いよいよ冬のシーズンですね。ここからがちょっと大事な話ですね。はい。うん、あ、王子。戸籍をきれいにする、お掃除する方法があれば教えてください。あの、これは一回ですね、うん、あの、まあ、自分が死んだつもりでか消えてですね、あの、他人さんの戸籍をいただくとか、ね。それより気になったのは、うん、はい、そんなに戸籍がいろいろ汚れてるのかなっていうことが私は気になったんですけど、どうなんですかね。あら、あら。これいろんな方に見つかるとね、これは特に奥様に見つかるとね、うんうん、あの、あ、ね、いろいろ困ることが多いですよね。あの、自分の知らないところで増えてるとかね、うんうん、ありますからね。あ、ヒカルさんがステッカーをラミネート加工にして吸盤つけて、はい、車の後ろに貼ったら、そしたら宣伝になるよって。確かにそうですね。ね、うん、まあでもね、今、車に直接貼る人も、貼ると窓にね、うん、貼る。そうですね。なんかね、あの、ヒカルさん、王子になんかで、はい、代行でね、うん、なんか掃除してって書いてありましたよね。ペーターさんが掃除するほどに散らかるのはなぜだろうって。なぜだろう。なぜなんですかね。ね。はい、ということでね、もう時間になりましたね。はい、そうですね。はい、エンディングですね。はい、早いですね。早いですね。来週のテーマは観光。来週のテーマは観光です。好きな観光地、観光旅行の思い出などエピソードを寄せください。この番組はお小遣いで買えるお菓子がいっぱい、高橋永田、おやつと軽食の店、夢屋、芋掘りイベントは八重瀬町ぐっちゃん芋生産組合、キャンパスレコードで絶賛発売中、福田康之、フリージャの花、ウェブサイト制作、システム開発は名古屋電脳職人村、アートワークウェブサイト FMJG、 陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋トリプルエイト、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、高級木材のご用命は名古屋中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございました。ありがとうございます。またね、おまけのコーナーもありますので、そちらも追加して聞いてくださいね。はい、はい、ではま、ではではでは、どうぞ。ではではでは、閉店。ガラガラガラ。